はい、基礎技のステップ、ヒール&トーチっていうステップをいきます。結構、先生の、レッスンでよく使いますので、改めてやったことある子多いと思うんだけど、改めていきます。はじめにかかとを軸にします。かかとを軸にしながら横に倒す。これはフォーシングっていう練習の時と一緒です。足の動きは横にしながら反対の足を隠す、真後ろに隠しちゃいます。そしたらかかとを使った、ヒールってかかとのねことなんだけど、次トウ、つま先を使って押し出す。この時は内股になってください。そしたら反対側の肩のかかと、つま先、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 かかと、つま先。前から見るとかかと、かかとを使った足がつま先、つま先、かかと、つま先で内股、かかと、つま先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 、ドン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 。後ろから見るとこのままかかとつま先、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 だだ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 っていう感じになります。ヒールのトーズ、ポイントとしてはかかとを使ってかかとで戻る、ヒール&ヒール、ベベー、つま先を使ってつま先で戻る、トー&トー、ベベー、かかとを使って地面についてるもんね。かかとを使ったら、使った足がつま先を使う。必ずこれを守ってください。